あかりさんが意識不明の重体だって。大丈夫なの？誰がわざわざ母さんに連絡したんだよ。ミオちゃんよ、あかりさんのスマホでママが事故に遭ったって泣きながら電話してきたの。だから今から病院に行こうと思って。俺がさっき言ってきたからわざわざ来なくていいって。ミオちゃんは動揺してて話にならなかったの。まだ10歳だから仕方ないけどショックを受けてるわね。かわいそうに。一体何があったの？なんか車がぶつかってきたらしい。一応俺もさっき会ってきたけど人工呼吸器とかつけてたし結構やばいかもね。あんたなんでそんなに冷静なの？いや俺もびっくりはしたよ。それにしても慌てたって仕方ないじゃん。ただこのタイミングでこんなことになっちゃってちょっとイラついてはいるんだよね。なんで？明後日から友達と約束あるんだよ。何を言ってるの？今は何をさておき奥さんのそばにいるべきでしょ。あかりの事故より俺の予定の方が先に決まってたんだぞ。そんなの当たり前じゃない。事故なんて誰も予想できないわ。こういう風に予定が来るの本当に無理なんだよな。生きてれば山ほどこういうことはある。父親なんだからしっかりして。ああそうだ、あかりもこんなだし俺も家を開けるからミオのことを頼むわ。その予定どうにかできないの？こんな時に行くことないでしょう。あ、彼女との沖縄旅行だよ。楽しみにしてたのにキャンセルなんてやだよ。あなた女がいるの？さっきは友達って。あーつい言っちゃった。これ内緒ね。我が子ながら情けない。こんなに節操のない人間に育ててしまってあかりさんに申し訳ないわ。なんで母さんが謝るんだよ。浮気してるってことでしょ。すぐに別れなさい。今ならまだ引き返せる。関係ないだろ。子供の恋愛に親が口出すとかマジで引くんだけど。あなた既婚者なのよ。それが何？好きなもんは好きなんだから仕方ないだろ。呆れた。沖縄でもどこにでも行けばいい。ミオちゃんは私が面倒見る。マジで助かるわ。もしかしてあなたたち夫婦うまくいってないの？さすが母さん、よくわかったね。人工呼吸器を引っこ抜きたいくらいにはあかりのことを嫌いだよ。なんてこと言うの？だってあいつさえ消えたら離婚で揉めたりせず別れられるじゃん。それは同時にミオちゃんから母親を奪うことになるのよ。俺だって中学の時に親父が死んだけどどうってことなかったよ。それは私があんたには苦労させまいと頑張ったから。子供に恩を売るの親が一番やっちゃいけないことだぞ。どの口が言うかね。母さんだってあかりとは疎遠だったし、もっと懐く嫁がいいだろ。私は関係ない。あんたとその家族が幸せなことが一番なんだから。やっぱそうだよな。うん、わかった。俺幸せを追求するわ。何？急にどうした？ありがとう母さん。やっぱり年寄りの言葉響くもんがあるよ。やるべきことが明確になった。なんなのよ変な子ね。今から病院行くから、もし本当に沖縄に行ったら親子の縁は切るから。さっきは行けって言ったじゃん。よく考えなさい。いいわね。2日後、嫁の人工呼吸器の電源抜いてきた。は？今沖縄いるし、これで嫁の呪縛から解放されたわ。母さん、今度新しい嫁紹介するね。何言ってるの？ああ、このことは内緒だよ。警察に疑われたら嫌だから。母さんも困るだろう。その年で犯罪者の親にはなりたくないよな。ねえ、正気？冗談だよね。あれがないと息ができないってことは確実にもうあの世行ってるよな。こういうのなんて言うんだっけ？棚からぼた餅？ミオちゃんのこと考えてないの？考えてない。俺育てる気ないし、娘は可愛くないの。今の彼女の方が大事。ありえない。なんであんたみたいなのが生きてて、あかりさんが。可愛い息子になんてこと言うんだよ。どこも可愛くないわよ。なんで怒ってんの？親って息子の幸せを願うもんじゃないの？誰かを犠牲にしてまで幸せになれなんて教えた覚えはない。じゃあそこまで教えろよ。は？てめえの教育がなってないからこうなったんだろうがよ。あんただって同罪だからな。何を逆ギレしてんの？せっかくの楽しい沖縄旅行台無しにされりゃ誰だって切れんだろ。信じられない。あんたなんて刑務所に行けばいいわ。親だろ。子供を守ろうとかできねえのかよ。守る価値のない子だから切り捨てる。ろくでもないな。親なんてやめちまえ。喜んでやめさせてもらうわ。犯罪者の親なんてやってられないから。俺と喧嘩してる場合か。
あかりの葬式の準備が忙しくなるだろうが、もしはあんたよ、捨てた女の死んだ後の世話までできるかっつーな。じゃあせいぜいその新しい女と仲良くやればいいわ。私の関係ないところでね。後悔すんなよ、ずっと似合わせてやらねえから。めちゃくちゃいい女なのに老後の世話も頼めねえなんて哀れだな。どこのドイツなの？何が？その女よ、関係ないだろ。結婚するんでしょ？そのつもりだけど。だったら関係あるわ。お父さんと私の遺産を渡すのにふさわしい女かどうか判断しないと。母さんたちって残すほどの金があんの？舐めないで。私は看護師時代から貯金の千代子と呼ばれた女よ。お父さんの給料もボーナスもどんな小銭でも貯めすぎちゃって、今では詐欺師たちの格好の餌食なんだから。そんなに？生前贈与であかりさんとみおちゃんにあげちゃってもいいかもね。待ってくれ、彼女の方がもらう価値がある。理由は？大手企業に勤めているし、大学もいいところ卒業してるし、高卒なあかりより賢い。なんでそんな素晴らしい方があんたなんかと付き合ってくれるのかしら。男の価値はそこじゃないってことだな。まあ俺のテクニックにやられたんだろう。でお名前は？なんでそんなこと言わなくちゃならないんだ。遺言書に名前入れなくていいの？それがないとダメなのか？なくてもいいけど、あった方がプロポーズの成功率は上がると思うわ。なるほど、さすが母さん。あの世にお金は持っていけないからね。ダメ息子でもあんたが相続人である以上諦めるしかないじゃない。だよな、俺が有効に使うから安心してあの世に行ってくれ。もうあんたに何か言うだけ無駄だって思えてきた。好きにすればいいわ。そう？後のことも全部任せて、警察にも言わない。やっぱり親の愛ってでけえな。ラブだぜ。ラブね、渡してもわかる単語なのに。彼女俺のそういうところが可愛いんだってさ。じゃ水族館行くからまたな。遡ること事故当日。ミオちゃん、もうすぐ病院に着くからもう少しだけ待っててね。お母さん？あかりさん、意識が戻ったの？はい。あ、よかった。人工呼吸器つけるほど重体だったんでしょ？え？意識不明の重体だって聞いたわ。誰がそんなことを？ミオちゃんが電話くれたの。ママがずっと寝てて目を開けてくれないのって。それにヒロフミも人工呼吸器つけてたって言ってたし。ああ、骨の手術で麻酔をかけたのでそれで眠ってたんだと思います。それと人工呼吸器じゃなくて酸素呼吸器ですよ。そうなの？はい。他にも心電図とか点滴とかいろんな医療機器につながれてたので結構な重症に見えたのかも。ミオもヒロフミもそれで勘違いしたんですね。心配かけてすみません。いや、勘違いでよかったわよ。骨折以外は大丈夫なの？はい、しばらく松葉杖ですがすぐに退院できると思います。そう、目が覚めてヒロフミがいないからがっかりしたでしょ。いえいえ、いつものことなので。なんてお母さんに言うのも失礼ですよね。え？すみません、今のは気にしないでください。じゃなくて詳しく知りたいの。私もあの子には向かっ腹が立って仕方がないのよ。そうなんですか？あさってから旅行で沖縄に行くとか言うのよ。こんな時くらいキャンセルしなさいってさっき怒ったところなの。ああ、浮気相手との旅行ですね。え、知ってたの？はい、嘘がつけない人なんですぐ顔に出るんです。ニヤニヤしながら LINE するし、喜びすぎてよだれまで垂らしちゃって犬かって何度心の中で突っ込んだことか。どうして離婚しないのよ。そんな簡単な話じゃありません。ミオもまだ小学生ですし、転校となれば苦しむのはあの子なんです。ミオちゃんのために我慢してたのね。母親が幸せじゃなければ子供も幸せじゃないって言いますけど、だったら幸せなふりして生きてやるって思ってました。でもさすがに私がこんな状態で歩くのもままならないのに彼女と旅行するのは応えますね。人工呼吸器を抜いてやりたいって言ってたの。え？あなたがいなくなることを望んでるのに。そんな男と一緒にいちゃダメんだ。私が言うのもなんだけど、あいつは人間じゃない。お母さん、逃げましょう。でもまだ退院はできそうにないですし。転院できるよ、私が先生に頼んでみるわ。今ちょっと面白いことを思いついちゃったんですけど言ってもいいですか？何？もうすぐ来てくださるんですよね。その時にお話します。
休まなくて大丈夫なの？怒りと痛みでどうせ興奮して眠れませんし。じゃあミオちゃんの遊び相手にお父さん連れて行くわ。よろしくお願いします。何かいるものある？あのプリンが食べたいです。ひろふみの嫌いなものね。もしかして普段も我慢してるんじゃない？はい、私が食べてると怒るので。最低ね、思いやりがないのよ。気をつけていらしてくださいね。すぐ行くから待ってて。事故から4日後。まだ沖縄にいるの？明日には帰る。結局あかりはどうなった？ボスともにダメだった。マジ？病院だからすぐに気づけて処置されるかと思ったけど。そうか、死んだか。残念だわ。あれ、ちょっと待てよ、あかりの中には子供なんかいないぞ。それがいたのよ。いつの時の子だ？あいつはしばらくしてないはずなのに。さあ、そんなこと私にはわからないけど、これは事実よ。あいつに浮気できるような度胸があるとは思えないし。あの日かな、俺がすごい酔っ払った日だから私が知るわけないでしょ。でもいっか、ボスともにダメなら。そんなのんきなこと言っていいの？なんで？結果オーライでしょ。あなた犯罪者なのよ。母さんが作ったの。私が言わなくても異変があれば警察が調べるでしょ。ああ、指紋が残ってればすぐにバレるわ。病室に出入りした人なんて限られてるんだから。やばい、そのまま触っちゃったよ。終わったね。俺どうなっちゃうの？二人分の命だからね。重罪に決まってるでしょ。最悪は極刑。やだ、俺はただ冗談のつもりで。冗談で人の命を奪うバカがいるもんですか、このアホンダラ。だってこれからどうするのよ。こんなんじゃ沖縄から出られないよな。あんた沖縄を海外だと思ってない？そこは日本よ。隠れてたってすぐに見つかる。あ、そうか。じゃあ転々とすればいい？一生逃げ回る気？定職にもつけず、家庭も築けず、孤独に一人でこそこそ隠れて生きていくことになるわね。じゃあどうしたらいいんだよ。知らな、だってもう息子じゃないもの。なんでそんなこと言うの？私は子育ての失敗をあかりさんに詫びなきゃいけない。そしてあんたを突き放すことが供養になると信じてる。意味わかんねえよ。わかるわけないわね。あんたみたいな人間崩れにはなんか電源みたいなのがいっぱいあってわからないから適当に引っこ抜いたんだ。念のため靴についてる人工呼吸器も外しておこうと思って。触りまくってるじゃない。絶対にアウトだよな。俺なんであんなことしたんだろう。あかりが一瞬苦しそうにしたんだ。あの時すぐに戻してやれば。後悔したって遅いわ。だってもう、だよな、この世にはいないんだもんな。俺はなんてことをしてしまったんだ。残り一日沖縄を楽しめるの？無理だよ、もう早期そばさえ喉を通る気がしない。泡盛飲む気力もない。そうよね。でもその程度の苦しみで終わると思わない方がいい。え、母親の恨みは相当よ。化けて出ないことを祈るわ。怖いこと言うなって。だってそうじゃない、事故にあってもなおお腹の子を守りきったのに、その父親にあんなことされて浮かばれるわけがないでしょ。俺帰ったら墓参り行くわ。やめた方がいい。なんで？ああいう場所はね、つきやすいのよ。そうだよな、じゃあやめとく。ミオちゃんのことはどうする？悪いが人のことまで考える余裕がない。人って娘なのよ。ミオを見れば明かりを思い出してしまうから無理だ。母さん預かってくれ。いいけど、その後はどうするのよ。ずっとってわけにはいかないでしょ。母さんが無理なら施設にでも入れる。わかった。数分後。スクショを見た？ありえないでしょ。最初の方少し笑いましたけど、さすがに最後のはショックです。娘への愛情なんてあの人にはかけらもなかった。これで離婚を躊躇する理由はなくなったわね。はい、あんな父親からは一刻も早く引き離します。ミオが傷つく前でよかった。妊娠の件、とっさに適当なこと言っちゃってごめんなさい。いいんです。まだ見ぬ我が子に会いたがるか、その子がいなくなったとしてどう思うのか、それを知りたかったけど試すまでもなかったわ。クズはどこまで行ってもクズだった。お母さんがそこまで言ってくださると私も遠慮なく言えるんで助かります。あんなクズ捨ててやります。ただ普通に捨ててもつまらないわよね。私もこの一発じゃ面白くないと思ってました。あかりさんもやる？
でもあいつは私のことをもういないと思ってますよね。私この間 YouTube でお化けのふりして LINE するのを見たのよ。それが面白くてね。あ、それいいですね。思う存分怖がらせてやりなさい。楽しみすぎて骨がくっつきそうです。アホだからきっと騙せるわ。楽しんで。はい。翌日、ひろふみ、私よ、あかり。え？あれからずっと暗闇の中にいるの。あなたのことばかり考えてたら、なぜかこうして繋がって私もおののいてる。るるるるる。今の何？わからない。あの世からだと文字がバグるのかも。もももも、何のいたずらだ。あかりのご両親ですか。だったら悪質すぎますよ。違う。レイが LINE なんて聞いたことない。葬式にも墓参りにも行かない俺に怒ってるんでしょ。そのうち行きますから待っててください。あなたの内ももには大きなほくろがあって、そこに最近毛が生えてきた。それを抜けば運気が変わるかもと怖がって抜けずにいる。なぜそれを。うちの親がそんなこと知るわけないでしょ。じゃあクイズだ。どうぞ。俺がここ半年でハマったドラマは。冬のそなた。マジか。今さらと言われるのが嫌で誰にも言ってないのに。信じてくれた。なんで。ミオを残してきたことがどうしても悔やまれるの。母さんに任せてあるから心配はいらない。さっさとサンズの川を渡れ。あれは7日目に渡るの。初7日の法要ってあるでしょ。へえ、そうなんだ。で、お前は今どこにいるんだ。川岸みたいなところ。何してんだよ。バーベキューみたいな。は？マジで。でも焼くのはアユとかよ。へえ、うまそうだな。よかったじゃん。なんだかんだで楽しそう。ここからは何でも見えるの。ミオがお母さんと歩いている姿とか、あなたが女性を私たちの家に連れ込んでるのも全部。え？人工呼吸器を抜いてこんな目に遭わせたくせに浮気相手と沖縄に行くなんて。なんで知ってるんだ。母さんが行った時は意識不明だったよな。言ったでしょ、何でも見えるって。嘘だ。沖縄から戻る時の飛行機、天候不良で1時間遅れたよね。それも見てたのか。うん、そもそも遅らせたのは私だから。そんなことまでできんのかよ。この世に未練があって恨みが強い人ほどパワーを持ってしまうんだって。愛を焼いてくれたおじさんが教えてくれたの。お前はそこでおとなしく逆らくって川を渡れ。このまま渡らずにあなたのそばを永遠にさまよう背後霊コースもあるのよ。それはやめよう。お前が苦しむだけだ。それでも構わない。もう決めたの。サンズの川を渡る船のチケットは捨てた。え、ダメだ。すぐに再発行してもらえ。引かせないわ。だってもう家の前まで来たもの。嘘だろ、そんなに早く移動できるのか。秒だわ。帰ってくれ。帰り方がわからないの。一緒に行ってくれない。それって俺に死ねって言ってるようなもんだよな。ねえ、鍵開けてよ。まさかさっきから玄関をガチャガチャしてるのお前なの。鍵を観音家に入れてくれなかったから持ってないの。早く開けて。頼む、消えてくれ。お腹の子がね、パパに会いたいって。お前いつ妊娠したんだよ。酔っ払って帰った日があったじゃない。やっぱりあの時だったか。彼女に会わせてよ。部屋の電気が消えた。停電か。いや、テレビはついてる。なんでだよ。どうなってんだ。テレビやエアコンがついたり消えたりしてる。それ毎日続くわ。あなたが女を連れ込むたび不気味な家だと思わせて破局させてやる。頼むよ、怖いよ。どうしたら許してくれるんだ。一つ使ってない部屋があるでしょ。そこを開けてみて。なんで。いいから開けなさい。わかりました、すぐ開けるから怒らないで。早くして、こっちも疲れてるのよ。開けた。てか、なんだこの配信は。なんかビニールに包まれた長いのがあるぞ。私よ。え、だってお前は仮装されてるだろ。そうよ、でも私はそこにいる。どういうことだ。不思議でしょ。私はこういう風にあなたの視覚も嗅覚も操れるのよ。無理、吐く。もうギブアップ。また連絡するわ。数分後。お母さん、面白すぎてやばいです。私かなりふざけたんですけど、あの人すっかり信じてましたね。スクショ見た見た、最高ね。サンズの川のほとりで愛を焼くのを信じるアホがいるとは。やりすぎちゃったでしょうか。とんでもない、上出来よ。でもあれどうやったの。
電気消したりとか。あれはスマートホームといって、外出先からでもスマホで家の家電を操作できるんです。へえ、そんなのがあるの、すごいわね。あの人そういうの苦手で、私が勝手に買って使ってたんです。帰宅前にエアコンつけたりできると便利なので。じゃああれは何、使ってない部屋にあった腐敗臭のするもの。人体に見えるようにいらない布団をビニールで巻いて、端っこにウィッグをつけました。冷蔵庫にある腐りかけのものを中に入れ込んでるだけです。恐ろしいものを作ったのね。実は姉に手伝ってもらったんです。松葉杖なしじゃ歩けないんで。これで女は呼べなくなるわね。あとは慰謝料と養育費か。そうなんですよ、この世にいないんだから払わなくていいと思ってますよね。そうは問屋が下ろさないわ。ここからは私に任せて。疑ってるわけじゃないですが、大丈夫でしょうか。払うとは思えないんです。大丈夫よ、私に考えがあるの。種明かしはしなくていいんですか。何言ってんのよ、一生ビビりながら生きていくのが一番いいに決まってるでしょ。でもいくらアホでもどこかで気づきますよね。うちの息子を舐めないでもらえるかしら。小学校の頃から通知表は3段階評価のオール C よ。視力検査って何度思ったことか。ちょっと面白すぎます。しかも今は怯えきってて冷静な判断ができないはず。狙うなら今よ。ほんとお母さんが味方で頼もしいです。任せなさい。翌日。最近どう？食欲がない。あら、どうしたの？あかりの霊が LINE してくるんだ。バカな子ね。そんなことあるわけないじゃない。あるんだよ、履歴だってここに。あれ、消えてる。ほらね、夢でも見たのよ。なんで、さっきまであったのに。疲れてるのね。冷静に考えてみたんだ。母さんはどうして警察に言わなかったの？やっぱり俺を守るため。ミオちゃんを育てていくためよ。え、大学まで行かせるのにいくらかかると思ってるの？あなたから養育費や生活費をもらわないとやってられないわ。でも母さんたちには財産があるって言ってたよな。あれね、お父さんが増やそうと思って投資したら失敗して全部なくなっちゃった。嘘だろ、何やってんだよ。だからあなたからもらわないとミオちゃんを養っていけないのよ。冗談じゃねえ、自分の老後ぐらい自分で世話しろ。あ、そう、じゃ警察に黙ってる理由もないわね。はあ、あなたが刑務所に入れば働けなくなると思って言わないでいてあげただけ。どっちにしても払わないならすぐに警察に行ってくるわ。証拠なんてないだろ。どうかしら、病室にあったコンセントや医療器具に指紋が残ってるかもよ。マジかよ。どうする、私せっかちなの知ってるでしょ。養育費払えばいいんだ。いくらだよ。1000万くらいかな。なんで、ミオは10歳だぞ。1年で100年もかかる計算じゃねえか。そうよ、いつ私立に行きたいと言い出すかわからないし、そうなれば塾の費用もかかる。親ならそのくらいしてあげなきゃ。無理だ、誰も一括で払えなんて言ってないわ。毎月8万少しのお金を振り込んでくれたらいい。そんなにかよ。新しい彼女との結婚でお金もいるでしょうけど、頼んだわね。あいつなら別れた。あら、そうなの。うちにいると怪奇現象が起きるから一緒にいられないって。あかりさん、本当にいるのかしら。いるんだよ。母さん、頼みがある。使ってない部屋に腐ったあかりがいるんだ。あれ、処分してくれ。いやよ、そんな得体の知れないもの借りたくないわ。腐敗が進んで家中やばい匂いなんだよ。早くしないと家を売るのも大変よ。事故物件は買い手がつかないから。なんでこんなことに。母として言ってあげられることは一つだけ。何？残ったミオちゃんのために真面目に働くの。そして一度たりとも養育費を忘れずに振り込みなさい。あなたのその姿を見たら、あかりさんもきっと成仏できると思うわ。確かに。ただ一度でも支払いが遅れたり辞めるようなことがあれば、その時は連れて行かれるかもね。そうなればお母さんにはどうすることもできないわ。それだけは嫌だ。それと離婚届を書きなさい。嫁がいなくなっても書かないといけないのか。法律上は必要ないわ。でもお墓に備えるのよ。これで縁が切れたから安心して成仏してねって私が伝えておく。わかった、確かにそうした方が良さそうだ。全部お母さんに任せて、あなたは働いて稼ぐだけでいいから。ありがとう、いろいろ言ったけどやっぱり俺の味方は母さんだけだ。あなたを産んだ責任を
私も最後まで取らないとね。今から副業探すよ。必ず毎月振り込むから頑張ってね。後日だ。こんなに扱いやすい人間がいるのだろうかと、親の私でさえ不思議に思いますが、その日から博文は心を入れ替え、真面目に働くようになりました。養育費の相場なんて調べれば分かりそうなものですが、まあ慰謝料も含まれてるのでこれでも安いくらいですけどね。今のところ振り込みも遅れたことはなく、あかりさんとみおちゃんに無事渡せています。博文は毎月霊能者のもとへ行き、あかりさんが成仏したかを確認しているらしいのですが、インチキに当たったのでしょう。悪霊がついていると言われ、高額な水晶を買ってしまい、バイトを増やす羽目に。女遊びしてるわけじゃないので、よしとしましょう。あかりさんとみおちゃんはご実家に戻り元気にしています。うちにもよく来てくれてますよ。